はい、えー、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、いとっちゃんです。今回は投げ物講座やっていきたいなと思います。で、えっ、ー、とですね、投げ物講座っていうことで、前はね、あの FB 講座とかいろいろやってたと思うんですけど、スモークのシステムについてとかね、やってたと思うんですが、それじゃなく、最近ね、なんか投げ物を持ったまんま、一個も使わずに死ぬ人も見かけること多いし、死ぬっていうか、途中で死ぬとかじゃない、もうラウンド終わるんです。もうまあ爆発してとか、解除してとか。とか、あとなんかグレネードだけとか、スモークだけとか、なんか、 1>, 1個残ってた、2つ残ってたっていうパターンが割となんか見かけるなっていう僕のね、あの今、ラウンドチャンネル、あのクイックマッチの爆破とかリスナーマッチ、バイヤー爆破やっててなんかそう思うなって感じなんで皆さんにえとちょっと投げ物についてのお話をしたいなと思います。で、えっとですね、投げ物ってすごく大事なんですよ。例えば皆さんがやってるこの空爆、最初にラウンドで。 やってね、投げますよね大体の人って空爆、まあ、これをやることによって何が何がメリットなのかって言いますとここに最速で行ってしまうと空爆が来てしまうそれによってダメージをもらうもう最悪死ぬかもしれないっていうリスクを相手に考えさせることができます、まあ、追わせることができますこっちのデメリットとしては中それ以降もう序盤で投げてしまった以降あ序盤投げてしまうと中盤後半で、えー、投げ物が使えなくなる グレネードがななくなる要は設置グレー解除グレーができなくなるというデメリットが発生しますあとは、えー、そこに隠れてるっていうのが分かっえ例えば、えー、とどうしようかなま何、あ、かこのねシフロー取られたって時とかさあの取り返しのグレーとかねをできなくなってしまうとかこういうのができなくなってしまいますよとあこれ全然違うとこいっちゃったねごめんっていうデメリットがありますでちなみに、えー、FB を,、まあ、を使わないとどういう あのデメリットメリット FB を使うことによるメリットって何かっていうと FB は敵の視界が真っ白になりますよね入ってしまうともう見えなくなっちゃうねこれこれによって敵の攻撃が向こうが向こうにできる敵の視界をさあの見えなくすることによって敵があのもうな何もできずに殺すあの死んでしまうっていうことができるんですよもう打たせない打たせることもない何も分からずに殺すっていう分からん殺しができるんですよなので FB をうまく活用することによって敵は あのー、まともに打ち合えなくなる、まあ、例えばどういう状況かって言いますと、まあ、避けれない FB とかがあと自分は一方的に食らわないのに相手だけ食らうっていうような FB がよくて例えばここ見てたとするじゃないですかであ入ってきたて瞬間投げるんですよその瞬間こう出ると自分は食らわなかったですよね今でも相手が勢いで入ってきた瞬間ここ食らうんですよこれこれできるやつなかなかいないんですよ入ってきた瞬間うわーってなってこうこういう投げ方とかをすると 完全に相手はもう打てなくなるっていう、えー、仕組みでございますまたあとはもっと簡単なのはなんかあブルシブルシって言われた時にこういう入れ方とかすると、まあ、こういうふうにいけますよと今、まあ、みたいな入れ方するとねいけますよとほ本当にその無効化できる無力化できるか無効化じゃないね無力化できる相手をそれが FB です なので、その FB がどういう時に強いのかっていうと、取り返しの時とか、あとは、ここを攻めるぞっていう時、今から攻めるぞっていう時と、取り返しの時とか、まあ、取り返しの時が攻めるぞっていうのは、攻めるぞっていう時と、あとは敵が来たぞっていう時ですね。っていう時がすごく強いです。要は、攻守ともに使える、えっと、まあ、投げ物ですね。例えば、今のは、こっちで投げるのが攻守。あ、やべ、やらかした。 でえっと、逆に取り返しに行く。やばい、これ一長取られちゃったってなった時によっしゃい、行こうっていうのがこれがあれですね、攻,攻撃の時ですね、攻める時。で、えっと、次にスモーク。で、これがどういう時に使えるのかって言いますと、あのーうん、敵の、敵の、 うーん守ってるラインの懐にも敵のラインを押して、まあげるとここを通らないといけない例えば一眼攻めるときってここを通らないといけないですよねでもここを通るときってかなりリスキーなんですよここもあるここもあるここもあるここも、まあ、キャットはあんまないかこここここここ最悪ここもあるとじゃあどういうどうするか一つでもいいから視界を潰すそうすることによってここは見れる安全にお大丈夫だといないぞじゃあパパパパパっていってこういくとこれだけでかなりねリスクを減らせるんですよ 要はスモークというものは自分の通る道に対してのリスクを減らせる。まあ、要は自分たちのリスクを減らすことができる。というのがスモークでございます。まあ、それの対策として UAV があるんですけどね。さらに言うと。まあ、UAV のお話はまだいいとしましょう。というわけで、これをどう使い分けていくかなんですよ。じゃ自分が今から1位に攻めたいんだと。 ね、3対3まあ5対5でもいいです攻めたいんだという時にじゃあ今から自分が行くとします一からあ、えっと、敵ですから1に行きたいとじゃあまずここ出たいここ出なきゃいけない1中に行くのにはでも出たらこんだけ見る時が見るところがあるじゃあどうしようあ俺スモーク持ってるわじゃあちょっとでもちょっとでもいいからスモークで見,える,見るとこ減らそうよしこれスモークえだぞとよしよしここいないいないよしよし出よう出よう出ようっつって こういう風によしてあとここもいないよよしあとじゃあ中取るかとなるわけですよで味方とかがきついてきてくれればじゃあ後ろからここから見るよって一中とかあとここ置いとくよとか DD いないよとかねここまで見てくれてこうやって DD いないよとかこういう風な連携ができるわけですよでスモーク一つでもう全然状況が変わるグレネード一つで本当に勝てるかもしれない FB で無,無傷で殺せるかもしれないっていう風に いろいろこうチャンスが生まれるわけなんですがそれをなぜか結構その使うタイミングとかその効果とかをしっかり知っていないと無駄にしてラウンドを終えてしまうというわけなんですよねなるべくだから皆さんあのー、できるだけねこう投げ物っていうものをなるべく使ってあのー、ラウンドなんだ自分を有利にしてください、うん、してほしいっていうか投げ物を使うことによって自分が本当に有利になるんでなのでねそれを こうだそ,どそれがどれだけこう自分にとって有利になっていることがどれだけ大事なのかを皆さんにもっと知っていただけたらなと思いますもう僕はね結を配信でもいい FB って言われる褒められることがよくあってね嬉しいんですけど本当にああいうの真似してもらいたいなと思いますこういうのとかね、まあ、これ簡単なんで本当に誰でもできちゃうんでこれはちょっとね難しいとかああこういうちょっと奇抜なのは難しいことは多いかもしれないですけど失敗してるこういうことか これちょっと失敗したか今のまあね、いろいろこう投げ物の、ね、使い方って覚えないと難しいことが多いとは思うんですがなるべく投げ物というものを残さずで最初は何でもいいから使ってみてはいかがでしょうかここで使ったらどうなんだこういう時に使ったらどうなんだとか客観的に自分を見れればあ俺今投げを持ってる使ってみなきゃみたいないつもこういうとこで使われてないけどこういうとこでたまには使ってみようかなとかそういうのをちょっとでもいいから意識してやってみてください えー、そんなわけで今回投げ物の、えー、大事なお話でしたこれをね、えー、やれるかやれないかでかなり変わってきますので、えー、皆さんねエイムとか立ち回りとかではなくその投げ物一つでどこまで戦況が変わるかっていうのも、えー、十分に考えてみてやってくださいそんなわけでいとっちゃんでしたお疲れ様です